ノーパンなの？いやいや、ノーパンじゃない。坂本、ノーパンも気になっちゃうの。自分の肌が直接触れていいのは、局部を除いた部分だけで、ね。しかも多分なんだけどね、あんまり、腕とかはいいんだけど、背中とかも嫌かも。の、あーってなっちゃうかも。からなんか、こだわりがある。擦れて嫌だーってなる。敏感肌。あーでもね、なんか肌が薄いらしいんだよね、人より。ちょっと血管とか透けるタイプ。それぐらい薄くて、肌真っ白だから、傷つきやすいのかもしれない。だからさ、肌にいいって言われることをすると逆に悪化するんだよね。今の状態が一番ベストなんだけど、そこに、あの化粧水がいいよ、これが導入化粧水で、なんたらかんたらね、あーだこうなーってやって、全部やると、マジでね、肌の調子悪くなるんだよね。ボロボロになる。あんまりしない方がいいみたい。スカマタ敏感なのらしい。敏感らしい。スカマタ敏感ねえ最低。今さちょっとラグあって気づいたわ。そう、坂本敏感。